はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式丸2をお送りします。で、前回からね、このタイトルシリーズが始まって、これで2本目で、今回はちょっと変わってるっていうかね、復習が入ってるんですよ。で、どこかっていうと、上の2問は前回の動画の引き続きです。まあ普通に解く問題で、下なんですが、これ数1なんです。この3つ実はで、数1の実は俺が取った56番、数1の56番の動画の中の問題、同じ問題3問拾ってきてます。で、次のそのね、判別式を使う問題をやっていく上で、先に復習をしておきたくて、なんで普段はめったにやらないんですけど、復習が3問、まあ、数2じゃねえじゃんっていう感じもするけどね、まあ、それが入ってると思って解いてみてください。なので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってもらって、で、ちょっと確認してもらってね、わかんないのがあれば、今からね、全部やっていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな?じゃあ、早速ね、まず1番から二次方程式解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあね、前回引き続きです。いきましょう。で、前回ね、こう二次方程式解いていきましたけど、同じように解いていきます。だから、ちょっとめんどくさいんだよね。で、何がめんどくさいかっていうと、まずこれ。左辺にね、まとまってないんです。だから、これね、なんとかイコール0にしておくないと、解の公式、まあね、因数分解したりとかすることができないので、まずこいつをこっちに持っていきます。で、プラス 6x マイナス7イコール0だね。で、x2 乗、ここの係数が負だとやりにくいので、ここ正に変えます。だから、全部にマイナス1をかけるイメージで、全部の符号を変えちゃってください。そうすると 2x2 乗マイナス 6x プラス7とこうやってね。で、ここでたすき掛けしたりとか因数分解できるんだったらいいんですけど、これできないので解の公式でいきます。で、ここは x の係数がね、偶数になってるので、これかけるかな、 b' 使うことができます。半分のマイナス3ですね、マイナス6の半分でね。で、 b' を使ったパターンでいくと、x イコール a 分の、だからそれは2だね、2分のマイナス b' だから、これの符号を変えて3プラスマイナスルート b' の2乗で9マイナス ac ね、 4ac じゃなくて、だからここかけてマイナスやから14となります。で、これね、2分の3プラスマイナス、ここルートマイナス5になるので、マイナスを消す代わりに i が出てくる、だからルート 5i とね、こう解くことができます。よし、今回はね、色交互にいきましょう。で、次なんですが、次はまずまあね、展開をして、ここもね、展開をして全部左辺に持ってきます。で、まあ、まとめてしまうといいね。だからここ展開すると、 x2 乗プラス 4x プラス3と。で、配ってこっちに持ってくる。ここまず 9x になるから、持ってくるとマイナス 9x。ここ、マイナス 2x2 乗になるから、持ってくると、プラス 2x2 乗でイコール0ね。これ書き忘れないようにね。で、あとはこれまとめます。そうすると、3x2 乗でしょ?で、マイナス 5x のプラス3か。イコール0で、これもたすき掛けいけないよね、できないね。だから解の公式いきましょう。で、ここが偶数になってないので、普通のね、解の公式でいきます。 x イコール 2a 分のだから、6分のマイナス b で5プラスマイナス b2 乗だから25マイナス 4ac、マイナス4と3と3だから36か。で、マイナス36とこうなるね。で、これをまた書き直すと、6分の5プラスマイナス、ここがルートマイナス11になるので、マイナスを消す代わりに i が出てくる、だから6分の5プラスマイナスルート 11i と、これで正解となります。なので、まあ前回とね、セットでこうぐちゃぐちゃしてきてもね、こうやってまとめて、今までやった二次方程式と同じですけど、で、解けば OK だ。で、数一の復習ね、させてもらいます。で、本当はね、同じ動画の中で問題で繋げられたらよかったんですけど、ちょっとね、動画が切れてしまうので、次に。まず、今回の問題のポイントとして、
次のね、二次方程式、こうやってあるでしょ、の実数回の個数を聞かれてます。これをね、頭の中ちょっと確認してほしい。これは実数回の個数を聞かれてるんだと思ってね。で、この実数回の個数を聞かれた時は判別式使うんだよね。で、判別式って、まあ、D を使うんだけど、一応復習で D は B2 乗マイナス 4AC です、これね。で、もし、なんだっけ、ちょっと全然覚えてねえやんっていう方は、ちょっとね、再生リストで探さなきゃいけなくて申し訳ないんですけど、数1の56番の動画をぜひ見てみてください。多分番号合ってると思いますんで。で、この D を調べます。だからこの3番だったら B2 乗なんで、ここサザンが9マイナス 4AC だから、マイナス4と2と3かけると、6424でプラスか、こうなって33になるんだよね。で、判別式をやってそれが正になったら、いいね、正になったら解の、ごめん、実数解の個数は2個だったよね。だから3番は2個になります。で、どんどんいきましょう。で、次ですね、また実数が聞かれてるんで判別式使うんですが、判別式も上のこの解の公式、こっちかと同じで B' を使うことができます。半分にしてマイナス4で、おそらくその数字の動画の時はね、 D' って書くんですが、おそらくこっちが正しい書き方なんだと思います。ただ俺はね、自分が高校現役の時にこう書いてたんですよ、 D' って。だから D' って書いてしまうんですが、学校で4分の D って書くようだったらそっちで書いてください。そっちだけダメだよっていう先生もいるかもしれないんで、ね、俺が教わった先生は D' って書いてて、受験の時もね、特に問題なかったんですけど、ちょっと癖でね、書くと思うんでそっちで行かせてもらいます。 D' で、 D' 何かっていうと B2 乗マイナス 4AC ではなくて、この B' 2乗マイナス AC です。つまりこのダッシュ使った時のこのルートの中身と同じになります。こっちもね、 B2 乗マイナス 4AC、 これ来てるでしょ、 D で、 D' もここの B' 2乗マイナス AC、 ルートの中の部分ね、解の公式ので、そっちを計算して B' 2乗だから四四16マイナス AC なんでマイナス21、つまりマイナス5になります。いいね。で、 D とか D' 判別式を計算して負になったら解の個数入るかな。解の個数は、あ、解の個数じゃない、実数解の個数だね。実数解の個数は0個になります。いいね。判別式が正だったら2個です、実数解で、負だったら0個です、実数解ね。で、ラスト。で、これも判別式が、ここが偶数なんで B' 使っていきましょう。半分6だね。なので D'B' の2乗6636で、マイナス AC だから436でぴったり0で、判別式がぴったり0になったら実数解の個数は1個になります。まあ10回ってやつだよね。いいかな。まあね、ここは数1の復習になるんですが、次にぜひね、つながっていくので、ここもしっかり確認しておいてください。では、今回は高校数学数2の二次方程式の解と判別式2をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、次回はそのね、この復習をさせてもらったので、この数2の方の判別式を使う問題をね、やっていくんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。